オリガ・ゴボツオワは、ベラルーシ・ピンスク出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングル優勝はないが、ダブルスで8勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス35位、ダブルス24位。身長182センチメートル、体重67キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ゴボルツオワの、表記揺れも多い。 6歳でテニスを始め、2002年にプロに転校。4大大会では2007年ウィンブルドン選手権で初出場し2回戦で、マリオンバルトリに5から7、2から6で敗れた。2008年全米オープンにて2008年、全仏オープンでは3回戦に進出した。2008年6月23日付のランキングで、自己最高のシングルス35位を記録している。 8月の北京五輪で初めてのオリンピックに出場した。シングルス1回戦でアメリカのセリーナ・ウィリアムズに3から6、1から6で敗れ初戦で敗退した。ダリア・クツワと組んだダブルスは2回戦でウクライナのアリョーナ・ボンダレンコカテリナ・ボンダレンコ組に1から6、3から6で敗れた。2015年ウィンブルドン選手権では予選から勝ち上がり1回戦で アンドレア・ミト、2回戦で、第25シードのアリーゼ・コルネ、3回戦で、マグダレナ・リバリコバを破り、自己最高の4回戦に進出した。4回戦で、マディソン・キーズに6から3、4から6、1から6で破れた。コボツオアは、シングルスの WTA タイトルはないが、ダブルスでは八勝を挙げている。2010年10月の北京大会では、 消化用とのペアで決勝に進出し、第1シードのヒセラドゥルコフラビアペンネッタ組を、76、16、17で破り、プレミアマンダドリーのタイトルを獲得している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール戦敗退、RR イコールラウン Q イコール予選戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。